内科医竹雄の心身健康ラジオ。皆さんおはようございます。竹雄内科クリニック、体と心の診療所、院長内科医竹雄と申します。この放送では医療にまつわるちょっと役に立つ小話を毎朝5時50分に10分程度で配信しています。また毎朝5時半からライブやっていて、公開生収録や皆さんからのご質問やリクエストに直接お答えしたりしています。アフタートークも人気です。ぜひご参加ください。ということで、今日はですね、実は今晩の心身健康 TV の予習会の興味津々資料を扱おうと思っております。で、今日の晩の21時からですね、社会福祉士の多田さんをお招きしてですね、実は生活保護のお話をお伺いするんですよね。で、私自身ですね、まあ生活保護の患者さんも当然ですけども、たくさん見てきましたし、あとは、実はね、今回の医師国家試験のね、クイズを調べているときに、生活保護のね、問題ってちょいちょい出てるんですよね。ちょっと僕、もう医師国家試験が十数年前なんで、まあほとんどね、その問題やったかなっていう記憶がないんですけども、でも、医師国家試験でも出るぐらい、まあ生活保護に関してはですね、まあ医師も知っておかないといけないっていう、そんな感じで、でも完全に知識抜けまくってるんで、改めて生活保護のことを勉強しようというふうに思ってお招きする次第です。ただ、ちょっとあまりにですね、あまりに無知すぎると失礼に当たるんで、ちょっと今日は、この資料を用いてですね、10分間予習をしようっていう、そういう、新たな企画をさせていただきたいと思います。はい。で、今日ご紹介する資料は、なので、私もですね、超ド素人なんで、ちょっと皆さんと一緒に勉強しようという、ほうへーみたいな感じの回になりますので、ご了承ください。はい。で、今日ご紹介する資料はですね、ちょっと昨日調べてたんですけれども、この日本弁護士連合会、まずこれなんで日本弁護士連合会がこういう資料を出すのかもちょっと興味津々なんですけれども、が出しておられる、実は少ししんどいあなたへ、あなたも使える生活保護っていう資料をですね、8ページの PDF かな、はい、がありましたんで、これをね、ちょっと一緒に読んでいけたらなというふうに思います。はい。で、まあ生活保護の方はですね、本当にちょっと僕もね、統計でどれぐらいいらっしゃるのか全然知らなかったんですけれども、やっぱり精神疾患と同じでですね、なんかスティグマっぽいのあるじゃないですか。なので、そこら辺もですね、なんか知識得ることで、解決しうる部分あるかなというふうに思いますので、ぜひ一緒に勉強していただけたらと思います。はい。で、まずはですね、これ僕、しょっぱなから誤解したんですけれども、生活保護の利用条件はとてもシンプルですっていうことで、生活保護は様々な事情で生活に困った人に対し、憲法の生存権保障の理念に基づき、国が生活を保障する制度ですっていうことになってますね。はい。憲法の生存権保障とかありましたねっていう感じですけども、それで弁護士連合会が出してるのかな。はい。と思いますね。で、まあ、もちろんね、生活保護の申請って、まあ、私自身がね、直接関わることないんですけれども、以前の病院とかね、やっぱりソーシャルワーカーさんが院内におられたんで、明らかにちょっと、これから医療やっていく中で、厳しいなっていう方には生活保護のね、申請をやっていただく方もね、何人もいらっしゃったりしました。で、まあ、かなりね、このシンプルなんですね。この、厚生労働省が定める基準で、決められる最低生活費よりあなたの世帯の収入が低ければその差額が生活保護費として支給されますっていうことで、そうなんだっていう感じですよね。で、この生活保護費の決定がこの住んでいる地域と世帯の人数構成とそれぞれの年齢、各世帯の個別の事情っていうのによって決められてるっていう、そんな感じになってるだそうです。はい。今日は全部伝聞帳ですけども。はい。だから右側の、グラフみたいなのを見ていただけたら、この最低生活費を下回っていて、る場合には、この収入があってもいいんですね。だから僕、全然収入ない、ない方対象なのかと誤解してましたけれども、この、全然収入があっても、この生活保護の部分を、補填するみたいな形で、生活保護も使用できるっていう、そんな感じみたいですね。で、この左側にモデルケースの生活保護費、生活保護費じゃない。最低生活費の A、B、C っていうので書いてありますけれども。まあ、A さんは東京都23区在住一人暮らし45歳で13万5千円だそうですね。で、これ、しかも冬は高くなるんですね。これ冬は、あれですよね。多分光熱費が高くなるからとかっていう理由なんだろうと思うんですけど、11月から3月は高くなるんだっていう、これもちょっと全然知らなかったですけれども。はい。なんですけれども、B さんみたいにですね、世帯持ち、
お母さんお一人と、お子さん、中学生と小学生かな、二人いる大阪市在住だったら26万6千円みたいなのが生活、違う、最低生活費になってるっていうことで、もしこれに満たなかったら、ああ、補填されてっていうので生活保護が可能っていう、そんな感じみたいですね。はい。で、あとは C さんは高齢者夫婦ですけれども、はい、そんな感じになってます。はい。で、だから結構ね、ハードル低いっていうか、あなたは使えます生活保護っていうのは次の3ページ目かなに書いてありますけれども、生活保護は誰でもどこに住んでいても申請でき、生活に困っていると判断されれば無差別平等に使えますっていうことで、これもね、僕超誤解してたんですけど、働いていてはいけないのかと思ったんですけれども、働いていても使えますっていう左上ですね。はい。っていう感じになってますし、あと、ま、年齢制限はないっていう、これはね、知ってましたけれども、年齢制限結構ね、やっぱり若い方でも生活に困窮している方っていらっしゃいますからね、なんですけれども、やっぱり医療にかからないといけないとかっていう方とかいらっしゃるので、はい。そういう方もいけるし、あとは、そうそう、その下、住民票を他の市町村に置いている場合でも、これ大丈夫なんですね。これも全然知らなかったですけれども、全然、居住地がその住民票と違っていても、生活保護を受けられるんですね。はい。っていうのがありますね。あとは、あと、そうそうそう、右上の持ち家がある。これも、持ち家あってはいけないのかと思ったんですけど、持ち家があるでも使える。あと、年金手当がある。使えます。あと、車があるも使えます。っていうことで。これ意外とね、ちょっと本当に僕も誤解してたなと思って、この辺もね、ちょっと今日の晩、お伺いしようかなと思ってます。はい。で、あともう一つね、誤解してたのは、この親族の援助、括弧扶養は強制ではありませんっていうことで、これね、医療者でも結構誤解してる方多いんじゃないかなと思うんですけれども、親族の方で、その援助が得られる場合には、申請できないと僕は完全に誤解してたんですけれども、親族に仕送りを強要することはできないので、心配せずに申請しましょうっていうことになってますね。はい。だから、法律上その扶養は保護に優先するっていうのがあるらしいんですけども、はい、それは仕送りの分だけ保護費を減らすっていうことだけであって、その生活保護は申請できないっていうわけではないっていうことですし、あとは、援助の強制ですね、その、兄弟、親とかっていうので、扶養照会っていうのがあるんですけども、それでも、はい、断ることができるっていう、援助する気持ちの余裕の、援助する気持ちや余裕のない場合には親族を断ることができますっていうことで、そうなんだっていう、はい、っていう感じになってます。はい。はい、っていう、そんな感じですかね。はい。で、その次のページ。まあ、ここまでもいろんな誤解あるんですけれども、5ページ目ですね。生活保護は誤解されていますっていうことで、本当にすいませんっていう感じなんですけれども、これですね、何年前だな。数年前に芸能人の方のですね、生活保護の件が話題になったかと思うんですけれども、それにも関連してですね、この不正受給が横行しているかのような報道がありますっていうふうに書いてますよね。まあこれ多分それのことだと思うんですけれども、そういうケースはわずかな例外です。むしろ使うべき状況にある多くの人が受給が受けられ、受給から漏れているのが現状ですっていうことになっていて、不正受給ですね、0.53% ってデカデカ書いてありますけれども、適正受給が、99% 以上になっていて、で、なおかつですね、受給資格がある世帯のうちの利用している方が、15.3 から18% ぐらいで、約 80% ぐらいが利用していないっていう、そんな感じになってますね。で、これ、ヨーロッパでは60から90% が利用っていうことです。はい。になってるみたいですね。はい。で、これちょっとね、また別な資料に書いてあったんですけれども、確かにね、OECD の先進国の中ではですね、日本の生活保護費ってすごい少ないんだなっていうのは今回ちょっと調べていて、改めて勉強になったりしました。なので、まあ、ちょっとここら辺の、まあ、制度的なことも含めてですね、今晩、タラさんにいろいろお伺いしたいなというふうに思いますし、まあ特に私自身は、まあ医療で患者さんに携わる立場なんで、まあ結構ね、生活保護の方にどういうふうに、暮らしをしているのかとかって全くよくイメージついていないんで、そこら辺のこともね、いろいろお伺いできたなというふうに思って、楽しみにしております。ということで、はい。今日の晩21時は新進健康 TV にお越しいただけたらと思います。はい。では、最後、新進じゃんけんに行きたいと思います。はい。新進じゃんけん、じゃんけん。
けん。ぐ。ということで、今日も幸せな一日でありますように、お相手は内科医の竹でした。興味津々。